札幌クラシックカップは北海道競馬で施行される地方競馬の重賞競争である。競争名の札幌クラシックは札幌ビールが北海道で限定発売しているビールの消費名。2009年に特別競争として創設された2歳馬による競争。2014年より重賞に格付けされた地方競馬全国交流競争となっており、 他地区所属場も出走可能。2008年までは特定守護場の種付け量相当額を賞金としたスタリオンプレミアムシリーズの一つとしてアグネスタキオンプレミアム2の名称で施行していた。2009年度も当初予定ではアグネスタキオンスーパープレミアムの名称で行われる予定だったがアグネスタキオンが6月に休止したため急遽レース名を 札幌クラシックカップに変更して施行された。2009年の創設時から2019年まで未来優秀の対象競争となっていたほか、2012年以降は JRA 認定競争としても施行されている。2019年までは1200メートルで施行されていたが、2020年より1700メートルで施行されることになった。 スタリオンシリーズ競争に指定されており、以下の種ボバの種付けが副賞となっている。すべてダートコースでの試行。タイムランの R は2歳、コースレコードを示す。ありがとうございます。